そうだよ、始まりました、おちぃチャンネル。さあ、かずこさんですね。受けてまいりました、立教大学です。どうでございましたか？今日何日のかって言わないといけないよね。立教っぱり。2月9日ですね。はい、2月9日の日程を受けてまいりましたので、それのどうだったのかを聞いていきたいと思います。で、立教大学は英語がもう共通テストか、英検の CSE スコア。どっちが選ばれるんだろうね、結局ね。多分英検。英検？はい。英検は準1で取って、CSE スコアが2368。はい、2368点で、で共通テストが2つ合わせて。合わせて 78%。 78% ですね。そう、リスニングができて、リーディングが、はい、非常に難しかったということでだったんですが、でそれが英語として使われて、試験はないわけです。よくよく考えたらもうないってことなの、英語。すごいね。英語をもう共通テストで終わりで、その後試験ね、文系なのにないって時代というかすごい試験ですね。この後だから残り立教あって、で青学も小論文、青学小論文で、スポカも小論文、小論文、はい、というすごい、うちのチャンネルには合わない受験方式ですが、はい、ということでそれぞれ聞いていきますか。じゃあ国語から受けたってことだよね。そうだよね、国語を受ける人の方が多いもんね。あとは選択で分かれると思うんですが、2月9日日程で、だからまあある意味全学部がずっと続くみたいなもんでしょ。全学部入試がずっと続くみたいなもんなんで、はい、やってみた感想はどうでしたか、国語は。やばい。いや、もうだから最初の漢字はまあ確かにむずいと思った。肯定するってね、付けの回収に肯定、ルートから外れる付けの回収に肯定すると商売が立ち行かなくなったね、知ってます。はい、コーデ、服のコーデとかじゃないですよ。はい、あれコーデ、はい、で、本当は泥だけ合ってるとか、窮地とか、で、内容一致的なやつはできた、多分いける、一応大門一はいけると。で、なんですか、タンザニアの商人におけるなんかみたいなやつだったよね、なんかね。タンザニア、小川さやか、機械の視野と不確実性への想像力、タンザニア商人を事例による。タンザニアの商人はつけ、うん、おだいぶ待つねって感じ、うん、ああ、つけ、そう、最近の子供つけ知らないからね。つけは知ってますか。つけは知ってた、よかった。それね、つけ知らなくて、だからクレジットカードの説明とかするときに理解できないから。クレジットカードってつけですからね。ああ、はい、後から。そうクレジットっていうのは信用ですね。だから信用っていうのはつけがちのことなんです。だからクレジットカードっていうのはそうお金で、その時に付けのことですって説明しても、子供たちは何付けってなっちゃう、うん、ね、だからシワスはね、付けから逃げて、あ、1月 ?12 月だ、そうですよ、1月はそういうぐらい付けっていうのはあるんですけど、まあ今の人たちは知らないんで厄介ですね。で、トランスジェンダーですよ、次が、うん、トランスジェンダー2人の往復書簡。へえ、これトランスジェンダーの人が書いてる。でも片方側だけで、うん、ああ、2人いるうちの片っぽってことか。往復って書いてあるからね。で、トランスジェンダーの説明が書いてありますね。シスジェンダーっていうのが生まれた時に指定された性別で、不自由なくやっていける人。なるほどね。だからホモセクシャルって単語が生まれたら、だからヘテロセクシャルっていうのが生まれるように、トランスジェンダーに対してシスジェンダーって言葉があるわけですね。へえ。で、こっちは難しかったってことですか。最初これ声大丈夫かな、全く聞いてなかった。これは自信がない。漢字は、ああ、頑張ってと奴隷ですね。はい、なるほど。ただ内容一致の方がちょっと不安という子ですね。まあ結構あの掲示板で見てる人たちとか多いけどね、あの掲示板間違い多いですから。掲示板でなんかみんなが答え書いてたりなんだりするらしい。で、マーチのやつとかもうボロボロ、カンカン同率も。どういうこと？みんなだから受験生たちが書くの、これ選んだこれ選んだみたいな。ああ、そういうこと。まあ、間違いだらけです。カンカン同率もマーチもボロボロです。なんか会話文がもう答えバラバラみたいな。あら、出ました。立教大学といえば源氏物語。今でもなの？知らない。昔はなんかもう絶対立教といえば源氏物語だからって言って、源氏物語の漫画をずーっと読んでる立教志望の人いた。これは読めましたか、古文は。多分。これ大丈夫。声な、全部テロップのみの声なし。多分。
多分いつもぐらいの間違い方。夏のぐらい？いつもいつもいつもが分からんわ。2個ぐらい間違ってんじゃないみたいな。なるほどね。トランスジェンダーがやばい。あ、トランスジェンダーが難しかった。え、これ順番はいつも最後にこぶんですか？最初にこぶん。あ、最初にこぶんなんだ。なるほど。ってやって、まあまあいけたんじゃないかと、下線部の解釈みたいなのが多いね。おお。あ、文法助動詞の出てるんだね。なるほど、こういうのもやったと。じゃあ個人的に感覚としては、いや多分無理。多分無理。どうしよう。し心理国語的にまあ大体どれぐらい取んなきゃいけないの。いやなんか分かん、採掘出ても出てないから。あ、そうか、分かんないんだ。不明なんだ。そう、立教ブラックボックスだからね、その辺がね。英語も換算もどうかも分かんない。そうだね、確かに。じゃあドキドキのあれですよ、受かろうとかだっけ、あれ立教は受かろう、立教は受かろうじゃないんだ。じゃあその、うん、ドキドキオープンですよ。怖怖。さあ続いて数学でございます。さあ数学受験でございましたが、どうだったんですか。怖いよ。1は資格1はできた、もう完登してると。これ、あ、うん、あれ紙には書いた。ああ、紙には書いたんで、これが確率、確率、あ、それとちっこい、いや1個ずつ全部違う、1個ずつ、はいはいはい、いろんなのがあるね。座標空間とかも書いてあるから、はい、あー、ベクトル、空間ベクトルですか、合ってる、その呼び名、空間ベクトル合ってますね、はい。で、題目2が数列ですね、シグマだから、はい、これが難かったと。これが無理だった。あー、なるほど。これ1個ずつ具体例入れてってとかでもきつい。うん、はい、なるほど。え、どこかまではいけた。ここまでしかできない。2までしかできない、うん。で、ダイロンさんが、はい、全部できたけど、多分、うん、簡単だったと思う。なるほど、放物線座標にっていうので、つまり1と3は簡単、2がまあ2が無理だ、2がやばい。なるほど、まあ2が戦いをこう分ける感じの多分っていう感じだったということですね。はい、それが2月9日の戦いでございました。皆さん受けた方どうだったのかですね。でもまあ受験生はたくさんいただろうからさ、どうせ受験生はたくさんいただろうから、だから見てる、あ、そう多分なんか意見は来ると思うんで、はい、こちら。いやー、これは立教はなかなかの敵でしたか。過去問よりやっぱりむずく感じた本番。過去問の出来、動画撮らなかった、そういえば。で、過去問的には国語とか数学はどんな感じだったの、やってたの。国語はこんなできないこと、うん、もっと現代文、うん、できたのにって感じ。できたのに。これ数学は、数学はベクトルが良かったな、うん、なるほどね、数列じゃなくてベクトルが良かったな仮定法ベクトルだった人もいるのかな、受けてた人、前の日程とかで出ました、ベクトルは。数列、え、数列が苦手意識があったってこと。あった、あったのか。じゃあ確かにそれは不運だ、確かに。じゃあまあこれが真理、これが真理、はい、ということで。で、青学が2つ、3つそんなにあったっけ。3つが全部小論、全部小論、そう青学なのに出番ないってどういうことですか青学なのに、嘘だ、葉月だって青学ぐらい英語だけので戦ったけど。あー、うん、そんな小論全部ひら呼ばなきゃこれとこれと、まあ小論できなくはないけどね、俺もね。ということでございました。じゃあ皆さん受けた方ぜひお知らせください。青学はどこの学部だっけ。総合文化政策、うん、心理、うん、コミュニティ人間。ああ、コミュニティ人間ってなんか名前が面白いね。コミュニティ人間ということですね、うん、じゃあそれをやるということで、その後最後スポカですから。最後、さあどうなってるか。のんきにユーロのところでスキー行くとか、あれ動画入ってなかったね。ユーロの応援にスキーに行こうみたいな、滑るってどういうことだみたいなユーロが言ってる面白いシーン全部なかったわ。私の本の動画でじゃないですか。まずはやばい、自分が合格した後じゃないとか。はい、ということでございました。じゃあそれぞれまた頑張ってやっていくということで、はいご視聴ありがとうございました、はい、スポカまで頑張りましょう。そうか、小論だ。僕これ数学も終わったってことでしょ、国語も終わったってことでしょ、これから小論しかないんでしょ。ここから小論しかしない。それってどんな戦いになる。想像ができ絶対もっと他受けるべきだった冷静に考えて痛い、それだけ言って